どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこの小さなウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ皆さん音楽始めましょう。今回のテーマソングはサザンオールスターズの最新曲、愛はスローにちょっとずつ、こちらのキュンキュンラブソング、壮大なスケールでこのちっちゃいクレレでお届けしようと思います。いつものように2バージョン。最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるように弾けるようにしているガズレレオリジナル超簡単アレンジバージョン。後半はそこにさらにリズムが加わります。これね、浮遊感、ふんわりしたリズムの中で歌う気持ちよさ、ぜひ皆さんご体験してくださいませ。さあ皆さん音楽始めましょう。音楽聴くの最高だけどやるのもっと最高。このちっちゃいクレレでどんどん音楽ができるというプログラムがガズレレにはございましてですね、このねプログラムを見て世界中の方々がもう何万人もウクレレで弾き語り始めてます。 YouTube ですからね、いつでもどこでもスマホでも見られて無料ですから、始めましょう。もうちょっとしたらここリンクあります。このリンク先の上から順番に動画見ながらウクレレ触ってるだけで、あれ私もできてるじゃん、すぐなりますよ。いってらっしゃい、クリック。いってらっしゃい。そこには今までガズレレのガズが取りためたありとあらゆる音楽ジャンルの曲がこのウクレレ一本で簡単に弾けるようにしているウクレレレッスン動画がすでに1200曲以上もうすでにアップロードされております。素晴らしいです。で、簡単版にしてるんですけど、ちょっとできるようになったらほとんどの動画にかっこいいバーもつけてますんで、どん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 上がっていきましょう。よろしくお願いします。音楽を聴くからやるに変えていこう。それでは早速やってみます。サザンオールスターズの愛はスローにちょっとずつ、ガズレレ流シンプル簡単バージョンの方からやってみます。この腕を枕に眠る君はもういない。面影忍ぶように窓際に咲いた風にそよそよと揺らる。振られた後は寂しがり屋が一人、ヨーグルト酒場で酔ってたぜ。 Only more I know No, I don't cry もう泣かないさ。 夜明けが待っている。 Oh yeah 君だけが希望の光、さよならも言えず。せーの、じゃじゃん。
サザンオールスターズの愛はスローにちょっとずつガズレレレシンプル簡単バージョンになっていました。まあやっぱりこの桑田佳祐さんのこの好きです。はい、このねもうほんとねもう入っちゃうんですよね、すいません。はい、で今の聞いていただいて分かったと思うんですけど、ガズレレオリジナルショートカットアレンジバージョンでございます。2番をショートカット主にさせているいただいてるんですけど、コード進行一緒ですので、フルコーラスやりたい方ご自身で書いていって ご自分だけの楽譜完成させてください。で今のシンプル簡単バージョン YouTube ガズレレと一緒にできた方、ちょっと練習したらやっぱりね紙に書いてご自身だけで演奏してみるのをおすすめします。 いずれはそれを覚えてもらうのがいいと思うんですけどね。その時の参考になるように私いつもこのね画面に映してるんですけど、これをですね皆さん、このシステムが始まりまして、ガズクラブです。毎月クラブ会費660円をいただいて、毎月5曲までガズレレのこの最新曲を含め今まで過去動画に使っているこのノートのねそのままがスキャンされて皆さんのお手元に届くという、そういうシステムが、始まっております。興味ある方ここをクリックしてみてください。ここはね 5曲ダウンロードできる以外に、このガズクラブの中でももうめちゃくちゃ盛りだくさんないろいろコンテンツがあります。ライブだとか SNS とかぜひご注目ください。さあそういうわけでこれを映そうと思います。はいどうぞ。これですけど、いつものようにこの下にくるっと囲ってるやつはかっこいいバージョンで使うコードですけど、今回このここだけだね。あったらコード進行一緒で入門コードでほぼできるということでございます。はい、じゃあゆっくり、いや一時停止してね皆さんメモってくださいね。はい、でここかける2って書いてあったんですけど、ちょっとねやっぱりこれ長いかなってことで、これ今1回にしたな。はい、どうぞこれフルでやりたい方、これねこういうこともねちょっと気にしてやってみてください。でこのまあガズのノートの特徴はですね、この点でタイミングを測ってます。こここのくるっと囲ってるとか、ちょっと早口で言うとか、自分だけが分かるメッセージがこう盛り込まれてますんで、はい、こういうのもしかして参考になるかもしれない。ちょっと分かりづらいなという方はもちろん動画のテロップを一時停止して書いてもらってもいいかもしれません。はい、じゃあ次の歌詞をどんどんいきます。この B メロがですね、ちょっと言葉のリズムがねこうノリが変わってかっこいいところでございます。このねサザンオールスターズって大体サビに行く前の B メロがねめっちゃかっこいいんですよね。今回も本当にサザンオールスターズもうなんかもう満載のかっこよさというか、もうね本当なんかこれもう唯一無二な感じで、素晴らしいです。はい、でここサビですね。で、ここ、一応感想、イントロと同じ感想を一回挟んで、もう最後のサビの音集に行っちゃったということで、これサビのコード進行は全く一緒で歌詞が変わっているという状況になっています。はい。そして最後、ちょっとここワンフレーズ足して、あ、ここか。ここか。はい、ここ。はい、ここだけちょっとワンフレーズ足して、エンディングに終わったということで、ガズレレアレンジになっております。はい。やってみてください。じゃあ、コードの解説を入れていきましょう。この赤く囲ってるやつは後半やるかっこいいバージョン。今やったシンプル簡単バージョンはこのコードです。C, A マイナー、F, D マイナー、D7, G7, E マイナー7の1,2,3,4,5、7個のコードですね。はい。これ入門コードです。これはいつも言ってるガズレレ必須コード。このガズレレ必須コードっていうのは一体何かというと、ウクレレを始める皆さんが一番最初に覚えてもらいたいコードのグループということで、これ10個くらいあるんですよ。この10個覚えておいたらね、今ご覧になってるガズレレ YouTube チャンネルでやってる1200曲の曲、ほぼもう8割9割できるっていう夢のようなコードで、まずこの10個最初に覚えてください。でも10個もあるのかと思うでしょ。1個ずつ見たら簡単なんですよ。これも1個のコード、これも1個のコード。こんな感じで、1個ずつ見たら簡単なんだけど、いくら1個ずつは簡単でも10個一遍に覚えようと思うと、ちょっとね、あれなんだっけって混乱するんで、私がめちゃくちゃわかりやすく覚えられる、すごいいい動画撮ってるんですよ。ここにリンク貼っておきます。この動画見るだけでね、ガズレレ YouTube のね、このやってる、でほとんどできる、ガズレレ必須コード、スイスイ頭に入ってくるんで、ぜひこれ必見ですよ。覚えておいてください。今日はその10個の中の7個で、シンプル買ったバージョンやりました。じゃあ、こっから、かっこいいバージョンの解説なんですけど、またちょっと話を戻りますけど、結局、リズムとかね、今、シンプル簡単バージョン4つ弾きだったでしょ。これからリズムもいろいろ加えていくんですけど、やっぱり、歌のね、このリズム感というか、グルーブ感、ここはやっぱりど真ん中に置いといてくださいね。それを盛り上げる脇役としてリズムとかそういうコードっていうのがあるわけですからね。ここポイントです。はい、じゃあ、かっこいいバージョンの解説入っていこうと思います。1個だけ追加、簡単コードです、これは。入門コードには入れてないけど、よく出てくるやつ。G7 サス4。これはね、簡単です。入門コードの G7 をまず押さえてください。G7 っていうのはこの三角形で押さえる。小指見てて、足すと G7 サス4、離すと G7。これイントロでね、こんな感じで出てきますね。これはイントロと間奏に出てくるだけ。あとはさっきと同じコードになっています。はい、じゃあどんどんいきます。リズムです。リズムはですね、ちょっといろいろこのサザンオールスターズのやつを見て、いろいろどうしようかなと思ってたんですけど、なんかこうやっぱりメリハリつけるために、前半の A メロのところ、イントロから A メロまではドン、ガズペジオという弾き方で、ちょっとこうメロにやってみようかなと思いました。ピアノっぽいイメージのある感じ、弾き方です。こんな感じ、いいね、いいですね、いいですね。このなんか
感じが合うなと思ってガズペジオでやります。で B メロからサビにかけてははいちょっとこれをね16ビートのチャで今回デモ演奏はやろうと思うんですけど、これね8ビートのチャでもゆったりやるにはいいかもしれません。なんでガズのデモ演奏としては16ビートのチャでやりますけど、ちょっと16ビートはっていう方は8ビートでもゆったり やってみてください。ちょっとどんな感じかというと、まあ、サビでやってみると、もう I love you tonight さ、こんな感じ。8ビートでやるとこうなります。もう I love you tonight さ、はい、ちょっと大きいノリなんでよく聞かないと分かんないって感じかもしれませんけど、16ビートの方がサザンオールスター桑田さんのボーカルのリズムにはちょっと合う感じですね。これが16ビート。8で取るとこんなちょっと大きいノリになるんですけど、これ8ビートのチャでも、十分かっこよくできるかもしれない。8ビートでやるとちょっとリズムがね走っちゃう、速くなっちゃうかもしれない。まあまあ一応、ガズのデモ演奏は16ビートのチャでやろうと思います。そういうわけで今日はこの2つドン、ガズベジオと16ビートのチャ、一応8ビートのチャも書いておきましょう。この辺のリズムでやろうと思います。はい、ここのリンク見てください。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページを1枚で、その中からガズベジオ16ビートのチャで8ビートでやりたい方は8ビートのチャ、この動画でねリズムちょっと練習して参考にしてみてください。いつも言ってですけど、ガズペジオは結構比較的すぐできると思いますが、やっぱ歌と一緒に弾くっていうのはちょっと難しいかもしれません。ちょっと訓練が必要かもしれません。で16ビートのチャっていうのはやっぱりねこれ難しいんですよ。しかもこれバラードであるゆったりした16ビートのチャっていうのはまたさらに難しいっていうのもちょっとあるんですけど、まず基本となるのは8ビート、8ビートの次に8ビートのチャで、さっきも言ったんですけど8ビートのチャでも今回すごくかっこよくできると思うんで、まあまあそういうのをこう経てやってみるのもいいかもしれません。そういうわけでこの今日は3つのリズムで、2つかだからデモ演奏は16ビートのチャでやってみると思います。そしてこの曲はですね、ものすごい勢いでめっちゃシンプルなんですよ。特にこう決めという感じもなくですね、一箇所だけワンブロックにコードが4つ入るっていうところが出てきますけど、ほんとそのぐらい。ここでね、まあ、テロップ見てたらすぐ分かると思うんですけど、ここでこう4つ入ってきたりとか、まあさっきも言ったように イントロで G7 のサスポンが入ってきて、その感じで、あとはもうほんと淡々と、なんていうのかな、これもうほんとに、狙ってると思うんですけど、抑揚もね、曲のサザンオールスターズさんの音源を聞くとそんなにないというか、もうほんとに淡々と、なんかこう、なんていうのかな、時間が、こう流れる、ただ流れていくみたいな、そういうね、感じなんですよ。で、よくある曲の中でブリッジパートっていうのがあるんですけど、このサザンオールスターズの愛はスローにちょっとずつは、ブリッジパートもないという、なんというかこう、潔さというか、本当にストレート、ド直球のこの、多分そういうのもメッセージの一個だと思うんですけどね、そこもまたこう感じ取りながら、こう、感情表現として、やってみようと思います。歌詞の内容もやっぱりしっかり読み解いてね、その心持ちも音にこう、一緒に乗っけてね、こう、アウトプットする。そんなイメージがいってます。やってみましょう。はい。サザンオールスターズの愛はスローにちょっとずつガズレレリュー、かっこいいバージョン。スローにやってみます。ワン、ツー、スリー、フォー。ダウン、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 この腕を枕に眠る君はもういない、面影忍ぶより窓際に咲いたハイドピラガー風にそよそよと揺れる、振られた後は寂しがり屋が一人夜ごと酒場で酔って出せロンリーもう愛なんて
ールスターズアイバスローにちょっとずつガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。このやっぱ落ち着いた感じ、こう本当日々がこう日々の時間が進むこと、淡々とした時間の進む中でこのなんかちょっとずつだもんスローにね、なんかねそれがすごくこう伝わる、本当なんかこうゆったり曲スローだね、曲名がもうね愛にスローに、愛はスローにちょっとずつだもんね。でも本当そんなことかな、今インターネットとかこうガチャガチャ IT の世界でまあワン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 情報と入ってくるけど、やっぱりねそれとまあちゃんとそういうところにね、愛はスローにってことに気づきながら、そういうメッセージを私は受け取りました。はい。皆さん大いに歌っていきましょう。さあ、音楽やってると楽しい。楽しいとですね、免疫力も上がる。このコロナの問題とかでやっぱ自分の免疫力も上げた方がいいし、楽しい方が楽しいわけだからいいですよね。皆さんこの楽しさもう周りの方とかに、ぜひぜひ お伝えしてください。ウクレレ楽しい。ぜひこのガズレレ YouTube チャンネルもお役立てください。チャンネルいいねとか、チャンネル登録なんかもぜひよろしくお願いします。先ほども案内したんですけど、このノートが皆さん毎月5曲手に入るこのガズクラブというこのチームですね、これがね本当に楽しいことになってまして、5曲ダウンロードできる以外にオンライン限定オンラインイベント、まあそのメンバーであれば無料ですよ、の中で次はですね6月16日の夜8時から生配信やる、もう宿題出してますからメンバーには、でそこでみんなで大合唱しようということで、あなかなか面白いことになってます、ガズクラブぜひチェックしておいてください。わがままプレイ、これ現在今ね予約受注分は完売してるんですけど、もう今月もうちょっとで追加予約注文受付開始できると思います。これはですね今ご注文いただいてる方も大変お待たせしちゃって、もうあれなんですけど、もうもじゃくんがベトナムで気温40度の中もうすごい一生懸命やってますんで、お待ちください。はい。でこれ気になる方はもうちょっとお待ちくださいね。はい、よろしくお願いします。あとねガズレレいろんなグッズがあります。これ T シャツだとかキャップ、こういうのもありますよ。でこのいつも使ってるウクレレについてるこのストラップね、このジョイントレザーとか、これストラップ、これはね、前半に小杉さんのハンドメイドですからね、いろんなバリエーションがあったりとか、あとこれがいいんです。これ、はい、ガズレレの、コンサートプレイが入るウクレレバッグなんですけど、これリュックサックタイプになってるんですよ。だけど横にも持てて、これ中にはちっちゃいポーチが入ってて、譜面台が入るポーチとか、ポーチも脱着式でついて、すごくこう機能的です。これも大好評受付中でございます。よろしくお願いします。あとはですね、アプリがあります。ガズレシピ。この アプリもですね、もう、今月中に曲がドーンと追加されて1曲ずつダウンロードできるようになりますんで、こちらの方もご注目ください。まだ、スマホに落としてない方、ぜひ入れといてくださいね。ガズレシピです。よろしくお願いします。そしてこの2つの本、リットミュージックから出てる本なんですが、今度、買いのが出て3冊出ることになりました。ただいま Amazon で3つ揃ってベストセラー第1位をいただいております。ありがとうございます。こちらのもう累計でねこの3冊で7万部ぐらいのそういう数になっておりまして、本当になんですけどやっぱりねシンプル簡単楽しい楽、この辺がねキーポイントでください。ぜひこのリットミュージックの本なども、ご活用ください。赤い方は予約今受付中ですから6月18日発売になっております。さあこのいろんなもうありとあらゆるあっちからこっちからこう音楽楽しもうということでガズレレいつもやってるんですけど、皆さん大いに、音楽楽しんでください。やっぱりね楽しんで自分も楽しんで笑顔になって免疫力もアップで、これがもう最高でございます。ありがとうございました。またガズレレ YouTube ご覧になってください。さようなら。